大丈夫ですか？はい、大丈夫です。結構、高瀬氏いつも長いんですか？練習後のシューティング。そうですね、もうちょっとやってますけど。あ、そうなん、結構長い方です。さすがです。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。岡選手いつから長野に入られたんですか？日曜日ですか？日曜日です、はい、まだ結構まだ渡してる感じですか？そうですね、結構まだ引っ越しの段ボールとかも開けてないとかもありますし。うどうですか、こう今週から練習参加されてる感じですか？はい、今週からです。雰囲気とかいかがですか？そうですね、また前と違った雰囲気で、結構ハードにトレーニングとかもやってたので、まあ成長したいのでここに来たので、自分としては良かったなと思います。岡田選手、今回その富山から信州に移籍されたということで、その決め手となったところっていうのはどういったところだったんですか？僕はもうピックアンドロールのチームにまず行きたかったので、でやっぱりまだヘッドコーチは来てないですけど、アシスタントコーチの人とも話してても、やっぱりレベルの高い話をしてくれますし、まあ、IQ も非常に高いので、自分としてはやっぱり今まで得られなかったピックアンドロールの知識っていうのを吸収したかったので、それが一番決めてです。初代ヘッドコーチからのオファーというかは結構早い段階からあったっていう感じだったんですか？そうですね、早い段階から。で、岡田選手はそれを受けてどういったこう気持ちでしたか？そうですね、やっぱり自分としてはやっぱり CS を経験させてくれた富山でもう1年やりたいっていう気持ちもやっぱりありましたし、その水戸さんとかでもやっぱお世話になってたので、穂野さんにもやっぱあそこまで成長させてもらいましたし、その恩返しっていう意味でも富山でもう一年やりたいなっていう気持ちもあった中で、やっぱりそのなんていうんですかね、自分としてはやっぱ日々成長っていうのが目標に掲げてて、やっぱり一日一日成長しないといけないな、まあそういう面でやっぱり信州っていうのが大きかったです。よりこう成長できる環境だなって思ったっていうことですかね？はい、そうです。その勝久ヘッドコーチからどういったこう言葉がありましたか？そうですね、やっぱり今信州にないものを持っているので、まあ、そこをフルに活用してもらいたいっていうのと、やっぱりこれから日本代表を狙える選手だと思うから、まあ、そこで成長してほしいっていう言葉をもらったので、自分としてはやっぱり嬉しかったですし、まあ、このヘッドコーチの下で日本一目指してやりたいっていう気持ちがやっぱり強く三河富山を経験されて、まあ、チャンピオンシップとかも経験されて、この信州に移籍ってことだと思うんですけども、今までのこの B リーグのキャリアの中でこうどういったこう成長ができますか？そうですね、やっぱり一番自分が感じたのは富山で、シーズンの後半から成長できたなっていうのはありましたし、やっぱり苦しかったところでそのままシーズン終わるんじゃなくて、もう一回上がれたっていうことが自分にとっては一番大きかったことです。その浜口ヘッドコーチが結構そのポイントガードに起用されたところがあったと思うんですけど、そういったところはいかがでしたか？やっぱりどちらかというとボールを触りたいタイプの選手なので、2番を押したときにやっぱりジュリアンとジョシュがいる中でボールが回ってくる回数がやっぱどうしても少なかった中で、ホノさんが1番のポジションをやらせてもらったことによってボールタッチの回数が多くなりましたし、そのおかげでシュートタッチっていうのも戻ってきたのかなとは自分では思っています。やっぱそこはこの信州でもそういったところを生かしていきたいという思いはあるんですか？そうですね、信州の場合は2番ポジションでもやっぱりキックを使わせてもらえるので、
まあ、どちらかというと1番2番というのはあまりこだわりはないんですけど、まあ、のできるならば1番でプレーもやっておきたいですし、そのこれからのことを考えて両方できる選手にはなっていきたいなと思います。今回岡田選手もそうですけど、前田選手と熊谷選手という若手の有望株の選手がこう揃って、どうですか、自分のこうワクワク力というか楽しみの感じっていうのは。まあ、やっぱりあのオフコートからやっぱ話しやすいですし、その自分が一人で移籍するのとやっぱあの3人2人でが一緒に移籍するっていうのは全然こうコミュニケーションも取れますし、まあそういった面でやっぱりまあコウさんもやっぱり苦しんだシーズンだったと思うので、まあ CS でもお互い悔しい気持ちを持っていると思うので、まあ、あの一緒にあの次のシーズンでリベンジできればいいなと思います。結構そのシーズン中から連絡とか取り合ってたんですか。そうですね、コウさんは結構連絡くれましたし、まあ、いろいろ話してはいました。熊谷選手は三河時代に一緒にプレーされたと思うんですけど、また今回この新州で一緒にプレーされる、そうどうですか、そこのコンビというか。そうですね、やっぱり僕とコウさんが一緒に出た時の三河の時はなかなか結果は出せなかったので、多分本人も悔しい思いをしてますし、僕もやっぱりその時にはやっぱ B リーグの舞台で全然こう貢献する力がなかったのかなっていうのは改めて思いますし、まあ、それを次のシーズンでコウさんと一緒に証明したいと思いますし、結果を残さないといけないなとは思います。この真摯に決めたって飯田亮選手が卓大の先輩ですよね、はい、が結構その後押しがあったという話を聞いたんですけど、その辺は結構力になりましたか。そうですね、 CS 終わって、まあ、あまり CS の時にはやっぱどうしても考えたくはないですし、その シーズンが終わるまでは僕はあんまり考えないようにはしてたので、まあ、その CS 終わってから、まあ、いろいろな、まあ、飯田さんは電話をくれて、どういうチームかっていうことも聞きましたし、やっぱり、まあ、僕も信用できる人なので、結構信州のいいところっていうのをやっぱり教えてくれましたし、でマイケルヘッドコーチのこともやっぱり聞いて、まあ、すごく飯田さんが慕ってたので、まあ、それを聞いた時にやっぱりこんだけ慕われるってことはいいヘッドコーチなんだってことを自分ももう分かりましたし、まあまあ、それが全てじゃないですけど、その言葉も僕にとっては大きかったのかなと思います。実際この信州に移籍ってしてみていかがですか。今まだ数人しか勝ってないと思いますけど、雰囲気というか、まだそんなに技術的なことはやってなくて、まあ、自分としてはまだ全然シュートタッチとかも良くなくて、まあ、全然入ってない状態なんですけど、まあ、焦らずしっかり体から鍛えて戻していきたいと思いますし、みんな話しやすいですし、優しい方なので自分としてもそのあまり気を使わずにプレーしていけるなっては思いました。その来季のチームっていう部分でいうとどういったところが目標になってきますか。もう絶対に CS 出ることは絶対ですし、まあ、その中で1回戦で敗退してしまったんで、まあ、次のステージを見たいと思いますし、やっぱり自分は、まあ、ファイナルをテレビで見ることしかできなかったので、自分としては絶対に新州でファイナルに出たいっていう気持ちはあります。来季自分がどういったところを成長させていきたいですか。個人的な目標でいうと、まあ、もうやっぱり新州を決めた一つのあれでもあるんですけど、富山にはジュリアン・マブンガがやっぱり絶対的なエースとして、スコアもし続けてましたし、ゲームコントロールもしてくれてたので、まあ自分が調子が悪くても、勝敗に関わるっていうことは、まあ、あったとしてもそんなにそれが全てではなかったんですけど、まあ、自分としてやっぱりそのジュリアンのそばでやった経験をやっぱ違うチームで生かしたいと思いましたし、ジュリアンの下でずっとやっててもやっぱり、なんていうんですかね、こう一番にはなれないなっていうのは感じてましたんで、そのこのチームでやっぱり
エースの座っていうのを勝ち取らないといけないと思いますし、そのエースとしての自覚を持ってプレーしないといけないなっていうのは自分では思っています。信州はこうかなりディフェンシブなチームもあると思うんですけど、そういったところも結構やっぱり自分の中では伸ばしていきたいポイントではありますか？そうですね、やっぱりその、まあ、ディフェンスの部分っていうのは自分も不安な部分はありましたし、もっと成長今の日本代表の試合を見てたら、やっぱ特にその田中大輝選手だったり比江島選手もディフェンスをハードにしてますし、やっぱりあれを見るとやっぱりディフェンスっていうのは日本代表に入るためには絶対に必要なことなので、まあ、それをまずはチームディフェンスをしっかりしている信州さんの下で、マイケルさんの下でやっぱり一から基礎を学びたいと思いますし、それで自分の、まあ、やっぱウィークポイントだと思うので、それを改善していきたいなとは思います。まず日本代表というお話がありましたけど、やっぱりそこを目指したいという気持ちもありますか？そうですね、やっぱり、まあ、日本の代表でプレーするっていうよりかはやっぱり世界の人たちとやっぱ対戦してみたいなっていうのは自分は強くありますし、まあ、今渡辺選手帰ったのも帰ってきてやっぱ見てたら、まあ、全然やっぱ一人レベルも違うので、ああいう人と一緒にやりたいなっていう気持ちはあります。結構その日本代表の試合とかが刺激になったりとか？そうですね、刺激にもなりますし勉強にもさせてもらっているので、やっぱそこはしっかり見ていきたいなと思います。渡辺選手が自分のプレーをするにおいて参考にしている選手とか、もう真似ている選手とかっていたりするんですか？日本でも世界でも。そうですね、まあ、日本だとやっぱり比江島さんとか田中大輝選手っていうのはそのピックの使い方もうまいですし、そのステップのゴール下でのステップワークもうまいですし、まあ、そこは日本では見てる選手と、まあ、そうですね、NBA とかではルカ・ドンチッチとか、まあ、今年から目標にしてるのはフローターの部分を自分はやっぱ昨シーズン全然ダメだったので改善していきたいなってことで、トレイ・ヤング選手 の、 フローターのフィニッシュの部分は結構参考にさせてもらいました。来季でいうと古巣の、ね、富山と三河っていうのも同じ西地区で戦うことになると思うんですけど、そういうフレスのチームにどういったプレーを見せたいですか？そうですね、やっぱりこの1年でやっぱ成長させてもらった炎さんに対して、まあ、自分が上手くなった姿を見せるのが、まあ、恩返しだと自分は思うので、まあ、そういった意味でもやっぱりしっかり戦っていきたいなと思いますし、やっぱ開幕の2戦というのは昨シーズンも経験したんですけど大きい2戦だと思うので2連勝したいなという気持ちはあります。この西地区結構激戦になってきてると思うんですけど、勝ち抜くために必要なことっていうのはどういったことになってきますか？やっぱり今3年ぐらい B リーグでプレーしてきて、やっぱりしんどい期間っていうのはやっぱどのチームにもあると思うので、まあ、その時にどれだけ我慢できるかっていうのがこの西地区を戦うのに一番必要なことだと思うので、やっぱりどこのチームも均等になってきているので戦力的にも、やっぱそういった面でも連敗をしないっていうことは自分は一番大事なことなのかなと思います。マッチアップしたい選手とか対戦したい選手っていうのはいたりしますか？そうですね、やっぱり比江島選手と田中大輝選手はマッチアップしたいと思いますし、そして沖縄の浪田さんだったり岸本さんはやっぱ前回負けているので、琉球の試合も自分としては結構楽しみにしている試合です。勝久さんと初めて組むってことになると思うんですけど、どういったこう感じでプレーっていうのを進めていきたいですか？そうですね、やっぱり富山とはまた違って、決められたプレーの中でっていうのが信州さんはやっぱりあるので、まあ、それでもやっぱり自分らしさっていうのはやっぱ昨シーズンも経験したんですけど、なくしちゃいけないところだと思いますし、まあ、しっかり自分がストロングポイントをやっぱチームのためにもやらないといけないと思うので、そこはやっぱり
マイケルヘッドコーチとしっかりコミュニケーションを取りながら、こういう時にはどうしないといけないのかとか、こういう時は自由にできるのかっていうのを話し合いながらやっていきたいなと思います。その試合じゃなくオフコートの場面でいうと、ご信州に行って楽しみなこととかやってみたいことっていうのはあったりしますか？そうですね、もともとゴルフとかも結構コウさんともみかんの時から行ってたので、それは長野県には結構いっぱいありますし、あとは軽井沢 の, リゾートホテルとか、はいはい、ああいう観光スポットにも行きたいなと思って、何より道が広いっていうのが自分は一番助かってますね。そうですね、運転しやすいですね、はい、ファンの方の印象とかってあったりしますか？信州はプレシーズンもあして、去年は3回、こっちで試合をさせてもらってるんですけど、まあ勝手なイメージだったのはやっぱり B2 の時の印象しかなかったので、やっぱりそんなに人が入ってるイメージもなかったですし、でもそう思って昨シーズン試合しに来た時にはやっぱりびっくりするぐらい熱もありましたし、人もたくさん入っていたので、まあ自分としては結構敵としてはやりにくいアリーナではあったので、富山もそうだったんですけど、信州のファンの方々もやっぱり関係近いっていうのが自分にとってやっぱりいいことだと思いますし、その分エナジーももらえるので、自分としてはやっぱりそのファンの方のもとで結果を出したいなっていうのは。三田選手、信州外のファンたくさんいると思うんで、最後ファンにメッセージをお願いします。そうですね、やっぱりこの決断が良かったのか悪かったのかっていうのは、やっぱり自分のこれからの努力次第ですし、それをやっぱり自分はチャレンジすることが結構自分は楽しんでいるので、このチャレンジはやっぱり絶対に成功させていきたいですし、やっぱりファンの方々のおかげで昨シーズンもやっぱり無観客にならずに僕はプレーをできたので、そういった期待をやっぱり今シーズン信州っていうチームでやっぱり結果を残していきたいですし、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。遅い時間まで。すいません。練習遅くなりました。ありがとうございます。明日も行くんで。あ、ちょっと練習させてもらうんでよろしくお願いします。お願いします。マジきついんで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではトゥルフォーワンでした。